こんにちは、モアブ姫ぶりです。2024年10月5日23時29分、ファブとアモは広島県庄原市に向けて出発しました。車がいつものアウトランダーではなくレクサス IS です。どこかで車中泊するんだけど寝られるのかな。本州に行く時のスタートは関門橋からです。山陽道を通って広島に行きますが、今回は庄原市に向かうので中国道を使います。中国道はぐにゃぐにゃカーブが続くイメージがあるんですが、どうでしょうか。鹿野サービスエリアに入ります。車が減速するとファブのガハガハが始まります。思ったより暗闇です。ファブとアモが映っていません。 iPhone に切り替えます。鹿野サービスエリア上り線にはドップランがあります。深夜の1時ごろ、さすがに誰もいません。九州道の広川サービスエリア下り線、大分道の別府湾サービスエリアは日没後の利用ができません。夜使えるドッグランは助かります。暗闇なので走りません。九州と違ってクマが出そうでなんか怖くなってきました。戻りましょう。1時20分鹿野サービスエリアを出ます。右カーブ左カーブと中国道はカーブが多いです。中国自動車道は一部島根県を走ります。広島県に入りましたが霧みたいのが出てきました。中国自動車道最高地点標高721メートル、広島北ジャンクションの案内標識山陽道の文字が見えました。5キロ以上道なりです。朝サービスエリアに入ります。朝サービスエリアは車の出入りがありますね。時間は深夜2時30分。飼い主はコロッケカレーが大好き。夜中にカレーを食べてお腹いっぱい。時間は3時を超えました。
千代田ジャンクションもやっています。5キロ以上道なりです。下りのカーブで対面通行は怖いです。三好東ジャンクション、広島北ジャンクションからほんの少しだけ車が増えてきました。5キロ以上道なりです。いい加減、運転に疲れてきました。七塚原サービスエリアで車中泊します。車が少なくてなんか怖い。3時58分、もう朝やん。狭くて眠れん。なんか狭いんでやんす。セダンタイプは車中泊におすすめできません。はよ電気消して。飼い主は全く眠れませんでした。気温は14度くらい、肌寒かったです。線路が見えました。 JR 西日本芸備線山の内駅近くです。庄原インターチェンジ、10分に着きました。気温は20度。今回はブルジャムのイベントです。モアブ日巡りで車中泊が多いのはパブが夜に寝てくれるからです。これからもパブとアモをよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。